こんにちは。こんにちは。本日ご案内いたしますのは、日清商品企画担当者とカドリール西田様より、商品開発担当者様にお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、日清の公式キャラクターの白田さんのお面をかぶっています。二人ともちょっと恥ずかしがり屋なので、白田さんの顔を借りてます。カドリール西田様は創業55年以上、パターンを研究し続けられ、人体に負担をかけずに体型を補正し、美しく造形することを追求されている会社です。パターンに絶大な信頼のあるカドリール西田様とマディアのブラジャー開発を行いました。今回のブラジャーは、ワイヤーが痛い、辛い、食い込むのが嫌、ずれるのが気持ち悪い、ブラが安定せず気持ち悪い、締め付け感が嫌という方にぜひおすすめしたいです。ブラって家に帰ったらすぐ外したくなりますもんね。このブラジャーは、そんなお悩みのある方にとにかくノンワイヤーで楽、そして感動のフィット感を味わっていただけます。こちらのブラジャーですね、まず一番最初に感動を実感するのが、ここのアンダーの伸びなんです。ここが伸びるブラジャーってなかなかないですよね。この生地の部分がこんなグーンと伸びるんです。この生地が伸びるということは、体を動かしても呼吸をしてもしっかり生地が伸びてくれるので、すごく圧迫感なくとても楽につけることができるんです。こちらつけた時にバストがとにかくフィットしているんですね。ぐるっとカップの上の部分、ここの上の部分ですね、そして脇の部分、そしてアンダーの部分と前方位伸びるので胸にしっかりフィットしてくれるんですね。なのでどんな胸にも沿いやすいんです。そげ胸とかカップ上辺のパカパカ浮きって気になりますもんね。そして何といってもおすすめしたいのが、長時間着用が楽な秘密がこのパターンに隠されているんですよ。こちらはカドリール西田の独自のサイドサポート理論をもとに全て考えられているんです。サイドサポート理論について教えていただけますか？はい、人は胃と背中を押さえつけられると圧迫感にはすごい弱くて苦しく感じますよね。ですがこの横からの圧迫には強いので、サイドからサポートして楽でフィット性と補正力に優れたパターンになっています。圧迫感や苦しさがなく、呼吸は楽で、長時間着用していてもずれにくく動きやすくなります。ずれにくく動きやすくするために、真ん中の部分の生地をなくして圧迫感を感じにくくしています。こちらカップの上辺はすごくよく伸びるんですが、この前中心のこのテープは全く伸びないので、しっかりフィットするので安定感があるんですね。今日私もつけているんですけれども、すごい安定してて着心地が楽なんですよね。またカップもすごく綺麗で、自然なバストを作るために三枚剥ぎの立体的な構造を使っています。カップの素材も弾力性のある薄すぎない素材を使っているので、バストトップが響きにくいです。もちろんマディアは肌当たりにもこだわっています。カップ上辺とカップ脇部分、またバッグ生地の上辺はゴムを幹地でくるんでいるので肌当たりが優しいです。またアンダーのゴムもソフトな肌当たりのものを使用しているのがこだわりです。あとタブのチクチクって結構気になるっていうお声があるんですけれども、マディアではなんとここにタグを隠しているので肌に当たらなくて、とても優しいです。またマイストラップ調整でつけた後にも調整ができるようになっています。短すぎて肩紐辛いなとか、胸の位置を上げたいなって思った時にすぐに前で直せるのがありがたいポイントです。このブラジャーは肌触り快適さにとことんこだわっています。こんなに楽で綺麗なブラジャーがあるんだってぜひ体感していただきたいです。今回ご紹介の商品のリンクは概要欄に貼っています。ぜひお試しいただき、実感していただきたいです。本日はご清聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったなと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。